最近溶かしてるときにどこのエンボスヒーター使ってるのって聞かれるので詳しくやっていこうと思います。ちょっとやってみたいこともあるのでそれも合わせてやっていく。買ったところはアマゾンですね。ベストセラーで一番売れてるって書いてあったので買ってみたんですけど、私エンボスヒーター持ってないのでこれしか持ってないです。で、だからどこののがいいのって言われてもわかんないんですけど、使ってるのはこちらのエンボスヒーターになります。黒とね、オレンジがちょっとレトロっぽい感じですね。こんな感じで、これね、スイッチがついてるの、ここにね。このスイッチでこっちの2本線のところが温度が高いので、こっちの1本線の方が温度が低い。こっちが350度まで上がるみたいで、こっちが200度ぐらい、音これぐらいですね。ということで早速溶かしていこうかなと思います。12個置きました。そしてね、こっちのエンボスヒーターのスイッチを入れるんですけど、2種類あるのね。普段使ってるのがこっちの2本線のところ。350度ですね。350度で溶かしていきましょう。普段は倍速使ってるんで、これぐらいなんですよね。リアルな感じを見てもらえたらいいかなと思って溶かしていくんだけど、何事もなかったこのように戻しましょうね。いや、溶けてる瞬間さ、本当にこれあれにしか見えんくない？いちごジャム、いや美味しそう。みんなの例えがさ、美味しそうなんとか綺麗なのあっていいよね。これぐらいでじわーって溶けてるんですけど、溶けるの早ない？これぐらいのスピードで実は溶けてるんですけど、いや、なんかお鍋の中に入っていちごジャム作ってるみたい、あの感じなんだけど、いや、めちゃめちゃキラキラして綺麗なんだけど、いや、ちょっとずっと眺めてられるぐらい綺麗。よく見るとこのワックスちょっとラメが入ってるの、ほんのりラメがキラキラして、よりキラキラしてめっちゃいい。ということで、スタンプ、押す、いや、無二感たまらん。めっちゃ良くない？ということで、こっから冷めるのを待つんですけど、どうする？倍速にする？悩んで、いや、喋ることないな。喋ることないんで、ちょっと早送り。あ、でも、もう結構乾くの早い。冷めるの早いか。冬なんでね、冷めるの早いんで、いけそう？いけそうな気がするので、オープン。見て、めちゃめちゃ綺麗じゃない？何この反則級に可愛いのは、と思ってる。めっちゃキラキラ光にかざしたらめっちゃ綺麗。これが普段使ってる350度でやってみた感じですね。いや、めっちゃ良くないっすか？いや、綺麗。赤単色も、これも優勝。で、こっちも温度は350度で溶かしてるやつなんですけど、あれなんですよ。350度と200度で溶ける瞬間、どれぐらい違うのかってやろうと思って、赤だけでやってたんですけど、いや、ちょっと色あった方がいいなと思って、色ありをやったんですけど、なんていうかさ、カットしても良かったんだけど、これ溶けてる瞬間めちゃめちゃ良かったから、比べる相手もいなくなっちゃったんで、赤の。何言ってんだこいつって思うけど、後から多分わかるので。あ、でもね、説明下手だから伝わるかわかんないけど、とりあえずこのカラフルなやつで350度と200度で撮って、後で比べてるのがあるんですよ。なので、これぐらいの速度ってのを言いたかったんだけど、ボタンを押してるところが映ってなかったので、こっち350度です。350度で溶かすと、やっぱりさ、風量があるから、最初ワックス飛んでく。でも気泡も熱で、空気が入ったとしても当てると、なんか飛んでくっていうことがあるのよ。で、スタンプ、押す。いや、無二感めちゃめちゃ良くない？これ。ほんといいのよ。で、なんかもう一個。手袋してない。
熱ってなるの嫌だから手袋してるだけであって、熱くなければってか冷めた状態だったら手袋なしでもいいんだけど、せっかちの私はこのフレームを持った時に熱ってなるので手袋してるんだよね。今熱ってなってない？オープン。ここの瞬間がほんとたまらんぐらいいいんだよ。ここわかんないじゃん。光にかざした時の反則急に可愛いの。何これ、めちゃめちゃ綺麗やんってなりません？これが350度で熱したやつですね。いや、めちゃめちゃ綺麗。テンション上がってる。ただね、熱いから気をつけてね。そこそこ熱いので冷めてから触った方がいいかもしれん。いや、にしても綺麗じゃない？こっちが200度ですね。で、同じワックス使っております。で、こっち250度のとこスイッチ押しました。で、当ててみて思ったの。飛ばない。ワックス飛ばないやんって思ったわけよ。でも溶けてるじゃない？ということは私はこの時に、いつもはせっかちな私は350度だけでやってたんですけど、最初に200度やって飛ばないじゃない？最初200度やればええんちゃうって思ってる。溶けるよね、200度でも。こっちでもじんわり溶けていく感じ。どう？ゆっくりとろっと溶けていくのめっちゃ良くない？いや、美味しそう。綺麗。美味しそうと綺麗の間？説明。いや、じゃあみんなが表現力強すぎてさ。いや、私いらんやろと思いながら、いや、でも、あ、こういう表現も素敵だなと思いながら見てるよ。にしても綺麗じゃない？これ。こっちの方がやっぱり200度なので溶ける時間はかかるかな。測ってみたら 1.5 倍かかりましたね。でも溶けてるのよ。なのでエンボスヒーター新しく買わなくても、なんかレジン系のエンボスヒーターって200度ぐらいっぽいよね。調べてみたら、私調査で違うだったら違うかもしれないけど、200度ぐらいだったとしてもできる。ただ350度の方がめっちゃ早く溶けるけど、めっちゃじゃないか、 1.5 倍ぐらいの速さで溶ける感じかな。ね、スタンプ押す、無二感たまらん。いや、めちゃめちゃ良くない？ということで冷めるのもオープンなんだけど、これ下大理石なので冷めるのはめちゃめちゃ早い。シリコンマットだともっと冷める時間はかかるかもしれないけど、大理石なので冷めるの早いけど、さっき続けてやってたので冷める時間かかるんだけど、いや、もうカットなしの方がリアル感あっていいんかなと思いつつやってるんだけど、何が正解かわからんけど、基本ね、ありのまま映していきましょう。冷めたんちゃう？と思ったのでオープン。熱いから気をつけて。お、いい感じじゃない？今んとこええ感じ。ということで、オープン。お、これはブルーがいい感じに、ちょっとかっこいい感じになってない？裏も、こっちの方がなんか、柄が出てる感じもしないでもないけど。どう？こっちもこっちで、良くない？綺麗じゃない？みたいな。そんな感じですね。ということでですね、両方比べてみよう。左と右で300度と200度の違いなんだけど、こんな感じでした。どう？さほど大差はなくない？両方綺麗に溶けて綺麗だよね。エンボスヒーターであれば綺麗にできるんじゃないでしょうかという感じ。ただ高温の方が溶けるのが早い。柄はね、そんなに今見て思うんだけど、さほど変わんないかな。両方綺麗じゃないかな。今回は使ってるエンボスヒーターをどこで買ったのかの紹介、そしてエンボスヒーターを使ってみて、普段は350度でしか使ったことなかったんですけど、200度でやってみていいこと発見したので、200度も使っていきたいなと思う動画でした。
今日もここまで見ていただきありがとうございます。